はい、速稼塾の久保です。最近の暗号通貨なんですけども、割とまともになってきたのかなっていうのが私の印象ですよね。一時期みたいに ICO を乱発してですね、お金だけ集めてさっと消えてしまうような危なっかしさはもうなくて、今はすっかりとね、ICO がもう整ってきて、上場したコインの中でもう選別が始まってるのかなと思います。その中であれほど怪しかったものがね、今真っ当に動いてるものと、そしてね、そういうのは少し少数ですけども、あれほど信頼できるもののほとんどが今没落しているというかね、消滅してしまっているという、結局ね、その信頼の向こうに詐欺があるわけですよ。どう信頼させるか、どうお金を払わせるかっていうところのプロモーションに一生懸命になったところとか、あとね、MLM 式に暗号通貨の ICO を集めてたところっていうのは軒並みちょっとね失敗してるんじゃないかなと思うんですよ。うまくいってるところもあると思いますけども、結局はその暗号通貨を買った人が次の紹介者を出せるんですけども、そもそも暗号通貨の理解できてないのに次の人を誘うからトラブルが連鎖していくってことだと思うんですよ。そういう方はね、今ものすごくね苦境に立たされているというか、なんか自分も騙されていたみたいな感じだったんですけども、そもそもね、分かんないものを人に勧めちゃダメだろうと思いますし、サポートができないことを人に持ちかけるべきではないかなと思うのが、私のネットワーク的なね、 MLM 式な人の集め方の持論なわけなんですよ。ですんで、そのサービスが終わったけども、暗号通貨の ML サービス終わったんだけども、自分が今度ね、人を誘った責任者としてどのぐらいまでそこに踏みとどまっていれるのかっていうことが問われているのかなと思いますよね。それでは暗号通貨のちょっとねチャートの方を見ていこうかなと思いますけども、今日はね、そうですね、リップルから見ていきましょうか。リップルのチャートなんですけども、ちょっとね画面の方を切り替えていきますね。リップルのチャートはこれです。はい、今現在価格が 25.94 円ですね。私がね嘆いていたのが22円のぐらいの時だったんですけども、30円近くまで行ってぐっと落ちてきましたね。今30日で見ていくと、そうですね、32円あたりまで行ったんですけども、あれから利確がどんどん進んだみたいですね。やっぱこの利確の波っていうのは必ず起きますんで仕方がないかなと思います。20円を切ってしまったら、やっぱりリップルの相場感といいますかね、適正価格はこのあたりだったのかなと思うしかないかなと思います。特に長期で見ると分かんないんですけども、ここね、数ヶ月の適正価格ってのは20円から30円の間ということで、もう仕方がないのかなと思っちゃいますよね。180日になってみると、30円を超えたのは本当一瞬ですね。ただ落ち着いたのが25円前後だと思いますので、以前みたいな20円前後の水準はもうクリアしたのかなと思います。リップルね。次はビットコインです。やっぱりね、暗号通貨の王様は何といってもビットコインで、ビットコインが軸になってアルトコインをね、押し上げたりとかね、押し下げたりとかしてるのかなと思います。私もね、ビットコインのホールドを値段が下がるたびに増やしていったんですけども、そうですね、2万円とか3万円で買った時のビットコインっていうのはすっかりと散らばってしまったんですけども、30万前後とか65万で今回仕込んだのはかなり、今回ね利益を引き上げてくれたかなってことですね。でこれからどうするかってことですけども、110万円ぐらいだったらもう私は手が出せませんね。95万円以下だったらまた再投入するかと思います。エーダコインって言いましょう。エーダコインは10円を切ってしまいました。一時期みたいなね、堅調ぶりはないんですけども、これも利確が進んでいく仕方がないところかと思います。14円程度のところまでは徐々に2年で押し上げていって、買い増しを進めた方は進めたと思いますけども、14円から15円の間、ここでね、利確が進みますんで、利益を確定して、それをキャッシュアウトすれば、当然ですけども、売りの圧力が強くなりますんで、値段は下がっていくかなと思います。しかも、値段が膨らんだ時に売りますから、それは、売りの方がね、速度っていうのは速いわけなんですよ。徐々に上がっていって、積み上げていって、一気にドーンと落ちるみたいなことを繰り返しながら、また値段が上がってくると思いますね。はい、ということで、今日のね相場感だったんですけども、もう FX の理論理屈テクニカルで私はずっと見てますので、解説はねこれからも似たようなことになってくると思います。どこで仕込めばいいかってことは申し上げた通りなんですけども、今仕込み場は全くありません。もう全然ね、今どうしようかな、売ろうかな、買おうかなっていうのも遅いわけなんですよね。せめて
ずっとホールドしてたものをどのぐらいの刻みで利確して、納税の金額と自分の利益にするのかってことをね、ちゃんと計算しながら進める段階に入っていると思いますので、ここから一気にドーンと上がることはありませんし、ドーンと上がる予兆なんて誰にも分かりませんのでね。だから怪しい情報に振り回されないようにして、テクニカルでずっと追っていく、これが一番負けの確率を少なくして勝ちの確率を高めるものだと思いますので、テクニカルを覚えていきましょうということで、 FX が全ての基本になっていると思います。まあ、ここをね、避けて通れないと思いますから、暗号通貨で一山当てようと思う方は、怪しい情報に依存するギャンブル性のあるね、投資になるのか、それともテクニカルとしっかりと身につけて、暗号通貨もテクニカルで突破していくのかというね、本当の投資家になるのかの分かれ目だと思います。じゃあ本日は以上です。